アメリカ合衆国の首相は、アメリカ合衆国の政治制度に対する認識不足から、または、時の政権における影の実力者に対する皮肉を込めて、政府の一交換のことを、あえて、首相をと呼ぶものである。大統領制を取るアメリカでは、大統領が国家元首と行政府の長を兼ねるため、首相という役職は、実際には存在しない。 アレクサンダー・ハミルトンアメリカ独立戦争の間から終戦後にかけて多くのアメリカ人は政府を欺瞞的あるいは信用できないと見ていた。一方、イギリスの政治の仕組みは先制的であると考えられていた。国王ジョージ3世紀の周りの人物、すなわち首相は政治的腐敗を経て完全な支配を成し遂げたと考えられていた。また、国王の周りの人物は イギリスの財政の仕組みを使って、かつて平行が取れていた政治の仕組みを破壊したとも、一般に信じられていた。ジョージ・ワシントンが大統領に在任中、財務長官のアレクサンダー・ハミルトンは、第一アメリカが州国銀行を設立したが、その際に強い抵抗に遭うことになった。ナショナル・ガゼット紙はハミルトンが、首相のように動いていると述べ、ハミルトンによる財政の仕組みの操作は、 共和国の破綻につながると主張した今日、アメリカの大統領制になれない人々は、最高執行責任者が首相と呼ばれると思って、この言葉を使うことがある。原始と政府の長の役割が分離されている、議会制になれている人々は、アメリカ合衆国の大統領がその両方の機能を持っていることをしばしば認識できない。首相という呼び方は、 実質的な執行力を行使しているアメリカの政治家に対して使われることがあった。法あるいは憲法に基づく力ではなく、認識された権力という観念に関係する言葉である。首相というあだ名は、政治評論家、内部関係者、あるいは報道関係者によって、批判的に、風刺的に、あるいは観察的に肩書きとして使われるのであって、 正式な政府の定義を行おうというものではない。合衆国首相の肩書きは18世紀のオスマン。帝国の交換のようなものをほのめかすために使われる。つまり、王座の影の権力とか影響力ある忠告者であり、議会政治の選挙で選ばれた首相とは対局をなす。ものである。チャールズ・トムソン1977年の歴史と電気に関するペンシルベニアの雑誌ボリューム CI では、 フレッド・エス・ローレーターがチャールズ・トムソンをある種アメリカ合衆国の首相をとみなした。トムソンは大議員の入れ替わりが激しかった。大陸会議の全期間にわたって初期間として成金し議事録を残した。トムソンの場合は大陸会議の生き地引き的存在であったために因然たる首相のような権威がついた例である。アメリカ合衆国会議長は会員議員によって 直接選ばれる、儀礼上も最高位にある議員である。会議長と大統領はしばしば異なる党派に属することがあり、その場合は対立関係にありながら政治的強制を行うことになる。会議長は野党の指導者であり、その党派の象徴的存在として見られることになり、大統領の政治的課題に対する党派的抵抗のまさに具現化である。アメリカ合衆国の会議長は、 他の国の議長に比べてはるかに政治的に活動的な存在である。アメリカの歴史の中で議長であることは国の政治を行っていく上での重要な役割を占めることを意味してきた。会員における多数派の指導者はカナダやイギリスのような国の首相の位置づけと実際によく似ている。カナダやイギリスでは多数派の指導者が首相になり政務を行うのに対し、 議長はより儀礼的な役割である。ニュート・ギングリッチ19世紀、アンドリュー・ジョンソン大統領の弾劾に続く期間、アメリカの大統領制が受けたと考えられる逆境に、あって、ワシントン DC に基盤を置く学会や外交官、さらに上院の指導者たちによって、大統領制から議員内閣制に移行し、会議長が大統領を脇に追い合って事実上の首相になる案が議論された。 大統領は、名目上国事行為を遂行する長となり、法的に遂行する権威は引き続き与えられるが、政策立案と政府の長としての役割は、実質的に議長に渡されるというものだった。実際にこの権力以上は19世紀後半と20世紀初めには、ある程度起こった。セオドア・ルーズベルトとその後のフランクリン・ルーズベルトは、それぞれの前任者が強い議会に従順であったのに、 比べて多数派支配から大統領主導へ権力構造を戻したものとみなされている。会員議長が首相と呼ばれた近年の例としてはクリントン政権下のニュート・ギングリッチがあるドナルド・リーガン大統領を補佐するものとして大統領主席補佐官は大統領に個人的に政治的助言を行う最も密接なものとなることが多い大統領首席補佐官は日々ホワイトハウスが 機能していくように、組織の役職を提案したり、多くの職員に指示したりする官僚でもある。大統領主席補佐官がどの程度実行権限を持つかは、大統領が日常的政治事項をどの程度任せるか、あるいは自分の仕事とするかによる、精力的に活動した大統領主席補佐官の例としては、ドナルド・レーガン政権のドナルド・リーガンと、 リチャード・ニクソン政権のアレクサンダー・ヘイグが挙げられる。レーガンの最後の大統領首席補佐官、ハワード・ベーカーは、ホワイトハウスの影の実力者と認識されることを嫌い、帝王的大統領制の傾向が強まっていると、見なされる兆候がある中で、大統領首席補佐官を首相と考えることの日を唱えた。帝王的大統領制については、アーサー・シュレ・ジンジャーの著書を参照。 ホワイトハウスを掌握しているのはこの私だレーガン暗殺未遂事件直後に記者会見するアレクサンダー・ヘイグ国務長官19世紀アメリカ合衆国国務長官は閣僚の中でも最高位にあるものとして場合によって特にヨーロッパ側から見て首相王と呼ばれることがあった例えばアレクシスドトクビルの旅行仲間グスタフドボーモンは当時の国務長官 エドワード・リビングストーンをアメリカ合衆国の首相と呼んだ。1981年3月30日、就任早々のレーガン大統領に対する暗殺未遂事件が起こり、大統領が胸部に被弾して病院に緊急搬送。一時はその安否が不明になるという事態が発生した。前述のアレクサンダー・ヘイグはこの時、国務長官だったが、事件直後にヘイグは報道官を差し置いて、 ホワイトハウスで記者会見を行い、現在は誰が全権を掌握しているのかという記者の質問に対して憲法上は副大統領がおり、その次に国務長官がいる。もし大統領が副大統領への権限以上を望むなら我々は速やかにそれを行う。しかし現在においてホワイトハウスを掌握しているのはこの私だと発言して物議をかもした。憲法上 確かに大統領権限の継承順位第1位は副大統領であるが、その次は下院議長、その次は上院仮議長であり、国務長官は第4位に過ぎないからである。この出過ぎた真似が各方面からの不況を買い、差し物、平偶首相も1年半後には辞任に追い込まれることになった。ありがとうございます。